じゃあちょっと新型の説明をまず今回は、新型がメタルが2型、コンビネーションフレームが2型で結構全体的に、小さいサイズを中心に展開していて、ただ小さいながらも、アジアの方がかけた時にその顔幅が結構こうサイティング的に幅を持たせながらフロントから小さいシェイプを掛け込みしやすいというような設計をしています。実際に掛けたものも小さいサイズなんですが、こういう形である程度こっちも取り除いて、ベータチタンのテンプルのバネ性というのを、存分に発揮できるようなデザインにしています。であとは、こちらの方が今回メタルなんですけれども、前回同様オリジナルのリムを使用したモデルになっていて、こちらの、リムの部分に尻尾を入れてるんですが、その尻尾のところから実際見えるこの微妙な細いメタルの部分がそのメタル感みたいなものを、結構こう雰囲気の佇まいとしてこういった置いた時にもメタルの雰囲気を出せるような形になっています。あとは、ちょっとこれ、去年の秋の新型なんですが、こういったちょっとこのサーモントタイプも、女性がかけれるような柔らかくて細いシェイプと、コロンとした感じの、質感で、女性の方が顔にかけても結構ごつくならずかけれるようなサーモントを提案